スーパージャパンカップダンス2024プロフェッショナルラテンの部初ファイナリストになりました服部一馬、牧野可憐組です。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい A 級昇級1年目、しかも1種目じゃなくて3種目今の率直な感想、驚きとともにすごい嬉しいです。それだけです。もう分かんないです。嬉しいのと今まさにフローから返したばっかりだからね。すごいすごい、もう本当びっくりした。でも3番呼ばれた時もこんなになってびっくりして、本当にびっくりして出てきて、本当になんか115か155なのか自分の背番号が分からなくなるぐらい信じられなくて、本当それでもうサンバぶっ飛ばしてね、もうこの子だってぶっ飛ばしてる感じだったよね。そうですね、せっかく呼ばれたらもう悔いのないように、前ラウンド悔いのないようにが目標だったので、おめでつらせてもらう機会を作らせてもらったので、悔いなく自分の中で、最大限に踊らせてもらいましたと思って引っ込んだらルンバまた汚れたってあの時の気分は、さすがに1種目だけ本当にたまたまっていうかラッキーっていうか、こう見てもらえるところが良くて入ったのかなと思ってたんですけど、2種目呼ばれた時 もう一瞬頭も真っ白になって、また背番号が分からなくなっちゃったんですけど、またルンバも自分なりにちゃんと2人で力を合わせて頑張ろうと思って、本当にサプライズでした。どうだった？もうなんかあのサンバ呼ばれた時はもうすっごく嬉しくて、でそれこそ NDS の選手の中村組だったり河野組だったりが駆け寄ってくれた時ってもうすっごい嬉しくて、あこんなに迎え入れてくれるって嬉しいんだと思って、したらねルンバも呼んでいただいて、もう自分たちの全力を尽くすしかないなと思って踊っていたので、もうねもうよくわかんないです、ね、今すごいそうだよね。もしかしてスタンダードあ、ごめんなさい、準決勝に5種目残ったのも初めてです。去年ね1種目だけ準決勝に上がらせてもらったんですけど、で今年は3種目準決には残って、あのセグウェイ のリーチね、リーチを狙えるようにっていうのを目標にしました。それがもしかしたら今日3種目決勝でもしかしたら順位がつくかもしれない、決勝一発セグが決まるかもしれないけど、まあ残ると今度欲も出てくるよね。はい、で 今ももちろん興奮冷めやるところだけど、今ふっと思いつくのは、まあ、一番最初に誰に感謝を伝えたいですか？本当に二宮清一先生をはじめ、自分たちの師匠と小田先生、自分たちの師匠と共演に来てくださった生徒さんの皆様、そして各方面から僕らがお世話になっている先生も来てくださっているので、まず一番に伝えたいと思います。あの子たち上がった子だねって言われて、あの周りからもこう恥じない選手にしっかりなれるように、あの子たちだったら大丈夫だねって言ってもらえる選手になれるように努力し続けます。おめでとうございました。服部一馬、牧野可憐組でした。おめでとうございます。